身近な選手がこう J リーガーになっていくのを見てると、まあ悔しいっていう思いもあるし、そんなところで止まってらんないんで。そうですね、自分はまあ大学4年生の時に一応プロサッカー選手を目指してて、その時点でプロの世界に入ることはできなかったんですけど、いろんな J リーグのチームを受けて、JFL とかのチームも受けて、結局、まあ、どこにも入ることができずに、このチームに、まあ、運よく拾ってもらったんですけど、まあ、それでも社会人3部っていうチームでも続けようと思った、まあ、理由としては、社会人3部では本当だったらありえないぐらいのその環境の中でサッカーをさせてもらえてるってことと、まあ、チームが上を目指す J リーグを目指すっていうものを掲げて、まあそこに対して、まあ、プロサッカー選手ではないですけど高い意識を持って、自分が動き続けられるまではもちろん上を目指しつつやっていければいいかなって思って、まあ今このチームで活動してます。慣れるとは思ってましたよ。高卒で、まあ、何回かトップチームの練習とかも参加してた時もあったんですけど、結局人間性の部分だったりとか欠けてる部分っていうのが、まあ、あったから昇格できなくて、大学に行ってそこを見つめ直すじゃないですけど、まあ自分は本当にコツコツやってきたって思ってますし、まあ、慣れるって自信もあったので、まあそこは何ですかね、ありましたね、自信は。結構身近な選手がこう J リーガーになっていくのを見てると、まあ悔しいっていう思いもあるし、自分もこのピッチに立ったら絶対やれるっていうふうにいつも思ってます。鹿島と三沢健人と、今東京ヴェルディにいる、中野雅臣選手っていう2人が一応そのまま上がったんですけど、ヴェルディのところには。三沢選手に関してはボランチだったんですけど、ずっと常に予測であったりとか、ボールを奪う能力であったりとか、本当に周りを広く見えてるっていうところに関しては、もう本当にジュニアユース、ユースの頃からもうこいつはちげえなっていうふうに思いましたし、まあ、中野選手に関しては ものすごいシュートがうまくて、少し遠目からでもスペースがあればどんどん打ち込んで点決めてたイメージがあったので、まあ、そういうところで多分彼らは一つ上のステージに行けたんじゃないかなと思います。個人的にはもちろんハヤブサで終わろうとも思ってないし、まあ、本当にチャンスがあれば常にコンディションを上げつつ、まあ、どこからでも何て言うんですかね、声がかかったりとか練習参加とかさせてもらった時には、本当に全力で本当に掴みに行く気持ちで日々やってますし、意識的には上に行きたいので、そうですね、ハヤブサイレブンはそんなに練習の頻度とかも多くないですけど、まあ、もうそこは自分でコンディションを上げてっていけてるので、まあ、いつでも準備はできてるって感じですかね。もう爆発させますよ。こんなところで止まってらんないんで。簡単ですね、本当にもうサッカーが好きなんで、もう本当にそれに尽きるし、まあ、まだまだなんていうんですかね、本気で勝負にこだわるじゃないですけど、自分もまだまだやれると思ってるので、まあ簡単に言っちゃえばそこですかね。もう好き、サッカーが一番って感じですかね。そのために今までやってきてるので、まあわがままですけどちょっと人に見に来ていただければありがたいですし、まあ、ぜひ来てくださった方々には
見ていて心の動くような楽しいサッカーをできればなと思っているので、ぜひ見に来ていただければと思いますのでお願いします。ありがとうございます。